言えば言うほどです、はい、さあなんか今日が会見とか今日がなんとかという話が多いですけども。 これもそうですね、あられさんから頂い,いております、教えてください、XP って今日サポート終了だけど、今日使って OK なのかしら、何時以降だめとか、どこで切れるのかなというふうなご質問でございます <laughs> 昨日もね、この話、この番組で話題になりましたが、消費税みたいなもんですね、この今日をまたぐとどうやろうって、はい、使ってる間はいいとかですね、<laughs> なんだろうなということで,す、ね、<laughs> えでも、WindowsXP そのものが使えなくなるという話ではないんですよ,ないですよ そ僕だって98使ってますからね、<laughs> はい、まだ。ね、はいはい、というところからいたしますとあの、使えることは使える、サポートがいろいろこう、はい、日々ですね、ええあのま、悪い言葉で言うと車で言うとリコールされたりなんかしますよ、ね、車もね。<laughs> こ,こ,もこんなとこが悪かったって、はいあの。こういうコンピューターのソフトみたいなものは常にネットでつながってますから、はい、もう常に徐々にですね、 そのつ度改良を加えて、はいうん、ちょっとずつあのバグなんか取り除いたりとしていってきたわけですし、はい、それからいわゆるまあウイルス関係のことに関して、はい、えそんなものが入らないようにというような対策もちゃんとしているわけですあのイメージとしては、家電製品なんかの保証書の保証期間が切れましたよとか、うん、あと、修理にあのお願いって言っても、部品はもうストックしてませんって言われるはい、はい。 その期間は過ぎましたって言われるような、うん、まあ、そんな意味、ね。そういうことでしょう。ええ、ただし、今のウイルスの説明は家電ではちょっとつきにくいので、はい、常にそういう危険にさらされてしまって。はい、それで、データ壊されたりとか、うん、えらいことになってしまうというのが守って、守ってくれなくなるというと、ね。そういうことですよね。はい、で、それが常にそんなウイルスがあるのかというと。ない場合もありますし、はい、うん、から、やっぱり運悪く、やっぱり、ちょっと、もう明日から。 感染してしてまうでも、ね、結構この WindowsXP はそうは言いながらも人気の OS なんで使ってる人が多いからい逆にその多いっていうところからするとここから先その辺のところであの狙われるウイルス。うん ね、こう投入するというところで狙われる可能性っていうのは大きいかもしれないですね、はい、カジヤグーグーさんなんかも今使ってる機械 XP がベースになったあこの制御装置でサポートがどうなるかかなり不安ですこの制御装置だけ交換したって何百というプ,ラグプログラムのバックアップを取らないとまずいだろうしバックアップを取るのもずっとやってなくて何日かかるだろうかなと思いますというまあこれ何に使ってらっしゃるのか機械 XP での基本 OS の 上に乗っかっている、そのいろんなことを制御する、動かす、はい、そういう今、システムの話だと思いますけれども、うんはい、その元の XP を変えてしまうと、うん、そうすると、今あるその上に乗っかっているようなプログラム、何百というプログラムが本当にきちんと動くだろうかと、うん、私が98もずっと使って、ランでつなぎながらやってるのは、98でしかもう動かないソフトがあるもんですから。使ってますすごい、ねはいはい で全然ウイルス来ないです <laughs> 全然来ません98は誰も狙わない、ね、狙わない狙わない。はい、あのハッカーみたいな人も、うん、あのまさか98なんか使ってないんだろうなと思って、ねはい、開発しない俺が苦労してこんな知識をつぎ込んで作ったウイルスの相手が、うんうん 一人とか二人とか、そはまでは割り側は、なんぞのようなとうこ,と、ね、ことなんでしょうかね、はい。ということもあります。哀愁の黒ずきんさん、ねいきなり使えない、使えないと思っているユーザーもかなり多いようですが、ということで、えー、まあしかしこのね、えー、まあ接続してなければ、あまだまだ使えますしと。はいあの オンラインでもってこう来てしまうことがあるので、はい、インターネットとして使わなければ、うん、のような形で使わなければということですか使いますしということですが、うん、今朝いろいろやってました、ネットに継がなければいいのかということですが、はいいや、危険はやっぱりありますよと、すなわち USB とか、はい、ああいうところの,あのメモリーがあるじゃないですか、はい、あそこに挿して使ったり、はい、それからあのカメラで撮ったのを今度は、あの いいわゆるパソコンに吸い取らせててこ、はい、ここでセーブしていこうという外部のハード的なものをつなげたときに、それが汚染されてた場合,場合があると、はい、だからネットから感染するとは限りませんよという、はい、そういう USB につなげるような外部の単体のものにも、ひょっとしたら汚染の原因があって、うん、そしてあの本体のほうに感染してしまうことがあると。うん いうことらしいんですね。うん。その中、ラムちゃんからも12年も経ったの ?XP 使いやすくてよかったですよ。昔あって ME ってありましたよね。あれ本当にね、えー、赤なんだな、あれ。えー、めっちゃふちゃフリーズしまくりでね。うちの会社も全部3月末には Windows 7にしました。8より7がいいと勧められました。 本当にいろいろお金がかかるようになってますね。Windows の7とか8とかね、ね業務用ソフトが使えないとか言われてさ、業者とマイクロソフトは組んどるんじゃないのこういうところが、ということ。うん、動物基礎天ぷらさんは、えー、やっぱ7に変、えー、えてもらいましたという。やっぱ7という。今8の時代ですから、やっぱ7の方がいいというような人もいますね。うんうん 個人的には自宅で Vista の PC を使っております自宅の PC は4ギガのメモリーと500ギガのハードドライブとしたために言われるほどのストレスは感じませんでしただいたい Windows の7やら8やらは4ギガぐらいがないとあかんなと、はい、あのメモリーのことに関してはですね。はいはい、というようなことやらねえー、あこれは。 ととね、あの、皆さん方うん、この方、いやいのらくださん、このメールはセブンで書いております。初めてこの番組にメールしたのは ME でした。ね、あれも評判悪かったですね。Vista も評判悪かったですね。ということで、うん、あの頃初めてこういうような OS で出しましたという、皆さん歴史を感じていらっしゃるようでございます。